皆さんこんにちは。アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、アクアハウスに来てますけれども、こちらのね、今アクアハウスで小さな小バエが結構いましてね、まあ、生き物を飼ってると、まあ、こういう小バエとか害虫っていうのは結構多くてしょうがないんですけど、まあ、今日はちょっとこれをですね、なんか退治したいなというふうに思ってます。よく生き物部屋で湧いてしまうのがこちらの蝶バエですね。結構壁とかにへばりついてる感じですね。それから次のキノコバエ、こちらもですね、結構なんかこうプラケースとかにへばりついてたりとかする、こんな感じのハエですね。実はですね、ハエの中で厄介なのが小蝶バエではなくて、あそこにいるですね、蝶バエってやつなんですよね。これは根本的な駆除をしないとなかなか難しくて、ああいうなんかその市販の小バエキャッチみたいなものだと引っかからないですよね。何せ餌に誘われないんですよね。不思議なんですけど。なのでこれをね、駆除する方法っていうのは、やっぱりその配管がなんかゴミがどっかに詰まってるとか、なんかその水回りの問題なんですよね。でこういう住んでない家とかにはどうしても配管のね、水たまりみたいなのがあってね、そこにですね、発生してしまうことがありますね。なので例えば、まあ夏場にシャワーしか浴びなかったりすると、風呂釜の方ですね、バスタブの方の配管の方からこの虫が出ちゃうっていうこともありますね。特に、小バエがいっぱい出る空間っていうのが、まあ、こちらのレオパを飼っているエリアなんですよね。それからヒルヤモリのエリア、まあ、この辺がですね、やっぱりネックといえばネックなんですけど、やっぱ空気の穴がありますので、そこから出入りできちゃうんですよね。あとやっぱり糞がですね、どうしても壁にくっつくので、まあやっぱりこういうハエなんかは当然好きなんだろうなと思いますね。でこの入れ物の中にですね、これをこの小バエのね、何かを引っ掛けますとね、今度このヒルヤモリとかね、こちらにクレンメリーがいるんですけど、クレンメリー、ヒルヤモリとかが引っかかっちゃうというのもありまして、まあ、それもできないので、まあ、外側でやるしかないかなと。それからレオパも皆さんどうしてんのかなと思うんですけど、まあ糞をまめに取るとかね、やっぱりやらないといけないんですけど、どうしてもこれここの空間はですね、出てしまうんですよね。なのでまあ出てきた都度というか、まあある程度ね、先ほどのを仕掛けて、まあいろいろやってみようと思いますけどね、まあ、根本的な駆除がなかなか生き物飼ってますとね、できないんですよね。なのでまあ皆さんどうしてるのかなと思いますけども、特に私のところはここに住んでるわけではないので、それもネックですよね。まあ、いない間にですね、まあ、どうしても不潔になってしまうとかありますね。今ちょっと撮影中見えないんですけど、ブンブン私の周り飛んでますから、まあ、なんとかね、少しでも数を減らしていきたいなというふうに思いますね。ということでね、皆さんは爬虫類部屋、小バエとか出てないんですかね。まあ私はね、やっぱりあんまり好きじゃないですよね。小バエとか、それからダニですね。まあダニなんかはやっぱ本当に出ると徹底駆除したいんですけど、大量にこういう部屋で出てしまうとね、本当にどうにもならなくなっちゃうので、まあなるべくダニが出ない環境づくりというかね。ただ高温多湿ですからね。なんせ高温多湿ですからね、どうにもならないっちゃどうにもならないですよね。ということでね、まあ、生き物はね、別に元気なんですよね。その小バエが出ようがダニが出ようがね。なので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、人間にとって不快なだけなのかもしれないですけど、やっぱりでもね、やっぱ不快は良くないので、やっぱ人間のいる環境ですので、なんとかしたいなというふうに思ってますね。それで購入したのがこちらですね。松本清という、まあ、薬局で購入しましたオリジナル商品小バエ取り。まあ大体小蝶バエが多いと思うので、まあ、結構ね、小蝶バエとキノコバエといろんなハエがいるんですけど、
まあ、いずれにせよね、そういったハエのキノコバエには効かないですとか多分あると思うんですね。だいたいキノコバエには効かないと思いますね。ですけども、まあ、1ヶ月ぐらい効くということでちょっとね、今日仕掛けていきまして、1ヶ月というか1週間後ぐらいでどのぐらいハエが取れたかっていうのをですね、まあ、閲覧注意ものになるかもしれませんけど見ていきたいなというふうに思います。まあ、とにかくね、根本的に虫が出ない環境とか、まあ、昆虫とかを飼育する場合はしっかりコバエシャッターとかをしておけば、まあ、なんとかね、できるんですけども、もう1回出てきてしまうとなかなか駆除が大変ですね。そして爬虫類部屋の部分はどうしてもね、昆虫と違ってコバエが出入りできる空間がいっぱいありますので、まあ、これはもう本当にちょっとずつ、完全駆除は難しいので、まあ、ちょっとずつですね駆除していくしかないのかなというところで、まあ、数がね倍増する前にですね、まあ、もう倍増してるといえばしてるんですけど、駆除していきたいなというふうに思いますので仕掛けていきます。とりあえずね、レオパのいるところがやっぱり多いので、ここのレオパのところにですね、これをコバエキャッチャーというんですかね、これをですね置くことにしました。まあ、いろんなメーカーで出てると思うんですけど、まあちょっとね、あとぶら下げるタイプとかいろいろやってみようかなと思いますね、これからね。まあ、とりあえずこれで実験してみたいと思います。前回ですね、ハエがブンブン飛んでたんですが、このハエ取りのねグッズをやったら、ちょっと見ますとね、あんまり近くで見たくないと思うんでこんな感じなんですけど、結構取れてまして、あんまりブンブン飛んでないんですよね。だからまあまあ効果があったのかなと。やっぱこういうの置いとかないとダメですねっていう結論になってます。まあとにかくちょっとしたことでね大繁殖しますので、まあキノコバエだったり小腸バエだったり、まあ、ちょっと手強いのが腸バエですかね。腸バエは排水管の方から出てきますので、まあそういったものをですね、駆除していくということで、なるべく清潔にですね、飼育がしたいなというふうに思いますね。